ブロブディンナグの地図。フランシス・ドレイクが発見したニューアルビオンが南にあり、ブロブディンナグとの間には来た、アメリカを貫いていると考えられていた、アニアン海峡の出口があるブロブディンナグの王と王妃の、前で話すガリバー・ブロブディンナグは、アイルランドの風刺作家ジョナサン・スウィフトの小説、ガリバー旅行記に登場する架空の国家。首都は、ローブラルグラトとされる。ブロブディンナグは、 住民をはじめあらゆるものが通常の12倍の大きさとされる巨人の王国である。ただし、国の周囲の海に住んでいる魚の大きさは通常の魚と変わらず、ブロブディンナグの人々にとっては食用に適さないため、彼らは海の魚にはほとんど関心を示さない。位置的には北アメリカ西部に突き出ている半島にある。半島の周りは先の尖った岩ばかりの荒れた海で、 船での出入りはできない。その上、半島と大陸の境には多くの火山を含む高さ5万メートル近い山脈があり、ここも越えることは不可能である。このため、ブロブディンナグの人々は外の世界を全く知らない。他の国の存在を全く知らないため、当然他の国との貿易や交渉もない農業国だが、聡明な原告王の祖父の時代に内乱を平定し、 現在は安定した平和な国家を築いている。火薬は発明されていない。上記の理由により他の国と戦争をすることもないが軍隊は存在する。軍隊は内乱を鎮めるために必要に応じて召集されるもので各都市の商人や地方の農民らによって編成され、その指揮官は貴族や紳士ばかりですべて無給とされている。ブロブリンナグの人々は 複雑な言葉の表現を嫌っており、法律は簡単平面な言葉で表現されなければならず、一つの文章の単語数は22を超えてはならないと定められている。ちなみに22という数は、この国のアルファベットの文字数と同じである。学問は倫理学、歴史学、史学、数学の4つだけからなっているが、この範囲については非常に優れている。このうち数学は、 農業や機械技術の改良といった実用目的のためだけに利用されている南太平洋のトンガをモデルとする説がある。ありがとうございます。